タカヒロ。それがその声、牙を剥いてしまったのだ。狙いは間違いなく自分だろう。不在だったゆえに襲撃者は家族を手にかけたのだ。その傷口は明らかにプロのもの。これは殺し屋の仕業。罪なき幼子に手をかけるなと人ではない。必ず殺す。だがほんの少しだけ後頭部らしきものが見て取れた。あの日もこんな夏だった。砂混じりの風が吹いてた。ところで俺は剣忍だよ。死にてえ。嘘をつくな。お前はエイジ、人間の皮をかぶった悪魔だ。足で肉片になって。いきなりか。俺に同じことは通じない。それがどうした。その時だった。連結部分狙うぜ。肝臓をいただきます。昔から器用でさ。高博、きっと歩ける。夢を持つことに意味があるんだ。僕の大好きなクラリネット、パパからもらったクラリネット。パパ、歩けた、歩けたよ。頑張ったからだな、高博は偉いな。バッキャラマロ。必死に生きてたんだ。足が悪くても、あの子の痛みを、恐怖を味わえ。悪魔をパパが生かすわけがない。
出すかな。それでもイヌワシは延々頭突きを続ける。おーパッキャマラドパッキャマラド、パオ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 、タカヒロパパもそっちに行くからね。